どうもこんにちは、よりふみです。今回の舞台は真夜中のうぐいす谷です。令和元年年末のうぐいす谷をぐるっと回ります。ことと井通りに向かって進んでいます。この先に JR うぐいす谷駅南口があります。映像正面の大通りがことと井通りです。これからうぐいす谷の宿区域に向かいます。細い道に入った先が宿区域です。では宿区域の様子をご覧ください。前回訪れた時はたちまち人がいました。今回はいらっしゃらなかったです。年末なのでお休みなのかな。この先に JR うぐいす谷駅北口があります。再び宿区域に入っていきます。こちらにも立ち待ち人がいませんでした。撮影時めちゃくちゃ寒かったです。寒いのは苦手なのかもしれません。左折すると宿区域です。まっすぐ進むと御岳橋通りにぶつかります。
これから歩いてウグイス谷を回ります。 JR ウグイス谷駅北口に向かって移動します。遅い時間帯でしたが、無店舗型の方々をちらほら見かけました。送迎車も何台か目にしました。再び宿区域に入っていきます。じっくりご覧ください。このエリアでも、たちまち人はなしでした。年の暮れは、健全なのかもしれません。音声編集でカットしてますが、建物から変な声が漏れてきています。あの声は一体何だったのかな？最後に宿区域をぐるっと回って終了です。環状3号線に出ました。令和元年、年末のウグイス谷をぐるっと回りました。今年もあと少し、風邪などひかぬよう、ご自愛ください。ではまた。よりふみでした。